皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だぜ。今日はプライベートと仕事で使っているバッグの中身を大公開しちゃうんだぜ。特別なことも教えちゃうからね。ゆっくりしていってね。どうも、ケイです。今日は僕のカバンのね、中身の紹介をさせていただきたいなというふうに思います。この動画ではまず第1弾として、ちょっと飲みに行ったり、ちょっと友達と遊びに行ったり、もう本当プライベートバッグの紹介をさせていただきます。そして2つ目に、僕がね普段仕事をする時の通勤バッグの紹介をさせていただきたいと思います。まずはこちらのプライベートバッグの紹介をさせていただきたいと思います。僕が使っているこのカバンはプラダのロゴプレートショルダーバッグというものになりまして、ちょっとねお値段は高いんですけど、24万2000円税込みになっております。僕がこのプラダのカバンを選んだ理由を紹介します。5つあります。1つ目にまずトレンドのデザインだから、そして2つ目にデザインがシンプルにね僕が好きだから、かっこいいから、そして3つ目に収容力が意外とね高いというところ、それからこうカバンがね連結されていて使い分けることができるのですごく便利だということ、そして4つ目にカバン、それからね洋服っていう風にねブランドでいろいろ作っているので、こういったコレクションに出るようなブランドの商品を実際に自分がつける持つことによってものすごくひらめきとかワクワクをもらえるということと、デザインの勉強になるからということが4つ目の理由。そして5つ目にやっぱりね僕はプラダというブランドが大好きだからです。ということで今日はこちらのカバンに入っている僕のお出かけ用のねアイテムを紹介していくんですけども、このカバンをはじめアイテムの商品ページのリンクは概要欄に貼っておくので、気になったら見てみてください。ということで、まずはじめにこちらについているこの AirPods のケース、こちらもプラダなんですけど、こちらは備え付けのものではなく、また別で購入したものになります。こちらはサフィアのレザートリックという商品になるんですけど、だいたい6万円になります。これもねバイマのリンク載せておくんですけど、高いんですけど、もうレザーとねこのマークの高級感も抜群で、去年のね春ぐらいだから21の SS の商品だと多分思うんですけども、全くね壊れる気配もないです。一生ものになるかなというふうに思って、これお気に入りの商品なんですけど、これのねいいところがベルトのねところにつけることもできるんですけど、連結型のバッグっていうのがコンビネーションさせることができるんですよね。こんな感じでめちゃくちゃいいんですよね、正直っていうところで、やっぱりねプラダを選んでおります。そして中を開けていくんですけども、携帯からかな、携帯普段はこの中にぶち込むかポケットの中に入れているんですけど、こちらもプラダのスマホケースを使っております。こちらはサフィアのトライアングルというねスマホカバーになっているんですけど、だいたい値段は3万円から4万円ぐらいだったと思います。このケースもねもう1年以上使っているんですけど、若干ね使用感は出てきてるんですけども、やっぱしっかりしていてものすごくお気に入りですね。そして次に紹介するのがですね、財布になります。これね財布はこれね黒ではないんですけど、シルバーになっているエナメルのすごく今愛用している新しい財布になります。実はねこれは自分のブランドのポップアップストアをね伊勢丹の本館で先週1週間やっていたんですけど、その際にねブランドのファンの方がプレゼントしてくださったこちら財布になります。これのねいいところはカードがね 1,2,3,4,5,6 と6枚入るセットになっているんですけど、この中にはね領収書だったりお札を入れれるようになっていて、キャッシュレス化でほとんどカードで支払うことが多いので、基本的にねお札を出す時っていうのは今ないのでね、こういったカードケースっていうのはものすごく収納もね楽だし、幅を取らないし、おばあちゃんからお風呂でもらったねこの財布があるんですけど、大きいからカバンにも入らないし、パンツのポケットの種類によってははみ出ちゃったりするんですよね。僕もねやっぱりスマートな男性になりたいというところでちょうどいただいたのでね使っているんですけど、ものすごく便利だったということに気づきました。中には銀行のカードとスイカと運転免許証、それからカードをね入れております。次に紹介するのがこちらアンカーのスマホの充電器になります。スマホの充電だけじゃなくて AirPods の充電もできたり、僕はタバコとか吸わないんですけど電子タバコとかの充電器にも使うことができます。アンカーってね皆さん聞いたことあると思うんですけど、ものすごくバッテリーの容量もいいし長持ちするし頑丈なんですよね。結構落としたりしてるんですけど全く壊れないです。あえてここでコードは載せないんですけども、次に紹介するのがこちらはですね、ジョーマローンのウッドセージシーソルトコロンというね香水になります。僕ね去年の誕生日にちょっと友達からいただいたものになります。すごくね気に入っているんですけど、ちょっと高いので本当にねたまーに使うようにしております。次に紹介するのがこちら鍵ですね。こちらはですね大師匠の
トッシーさんというね、ウェアリストの方に2年前ぐらいに誕生日にプレゼントでいただいたキーリングになるんですけど、レザー調ですごくね、デザインもね最高なので使っているんですけど、これもね連結させることが一応できて、こんな感じでつけて、さらにエアポッツケースもつけると、ちょっとジャラジャラしすぎな感じもするんですけども、一応連結させることができます。ちなみに普段はキーリングに関してはズボンのベルトのね輪っかにねはめるようにしております。そして次にサングラスになります。 ADSR というね、ルミネエストのねアーバンリサーチの中にも入っていて、サングラスというか伊達メガネですね。一応やっぱり僕もまあなんちゃってインフルエンサーみたいなこともやっているので、人目がね気になるんですよね。 TikTok とかね、インスタグラムもやっていて、全部合わせると合計でフォロワー数が、72万5000人ぐらいになるので、一応ねつけております。僕街中で声かけてくださったら 100% 笑顔で対応しますし、 100% ね写真撮ってとかって言われたらね毎回撮るようにしてます。僕街中で会ってそっけない態度とかしたこと 100% ないと思うので、っていう感じで、次のアイテムがですねこちらリップクリーム。これはね一番おすすめしたい、このニベアのね500円ぐらいの色付きのリップクリームはもうメンズこそ使うべき。なぜならば色味がものすごく落ち着いていて、リップクリームつけてる感がないんですよね。これねメンズの方も早く気づいて、ぜひ色付きを使うべきだと僕は思います。ということで最後に紹介するのがガムです。僕はね非常に鼻が敏感なので、いつもねガムを人と話す時なんか必ず使うようにしております。あとね僕虫歯がないんですけど、それはねもう学校でもガムをねこっそり噛んで匂いを気にしたりとか、あと虫歯にならないようにしていたので、これはねもうエチケットとしてもそうだけど、健康のためにもねぜひおすすめしてます。ガムの表面についてるさ黒い砂糖、添加物の塊があるじゃないですか。これは噛んで溜まったやつは全部捨ててください。ガムの周りについてる添加物っていうのは蓄積するとね体に悪いので、ぜひ飲み込まないように気をつけてもらいたいなというふうに思います。話はそれちゃったんですけど、僕のお出かけ用のカバンの中身はこんな感じでした。普段ねこのガムとリップクリームに関してはこちらの、ミニポケットに入れるようにしてます。はい、ということでここからは、僕のね仕事用というか、まあ、勉強会用というか、まあ、仕事人間なんでね、まあ、普段はずっとねこのカバンでたくさん持ち歩いてるんですけど、重いんですけどね。さあ何が入ってるのかを紹介していきたいと思います。ということでね、まず紹介するのがもうもちろんこちらカメラでございます。毎日コーディネート投稿し続けているんですけども、その時やっぱカメラが必要なので使っているんですよ。僕が使っているのはなかなかいいの使ってますよ。これはねソニーの α7-3 というものになります。こちらが一つ目ですね。これはねもう本当にこれね仕事用なんでものすごくいいものを使ってて、レンズとこの本体合わせて確か55万ぐらいだったかなというふうに思います。これねコーディネートを撮りたい方で、僕みたいにこうやって背景ぼかしたいよって方は中望遠ぐらいのレンズを選んでみてください。そして次にクリスタルガイザーでございます。なぜクリスタルガイザーを僕が選んでいるかというと、水道水はもちろん体に危険、普通のミネラルウォーターそこら辺に売ってるやつとかっていうのはあれね実は結構防腐剤とかもう添加物が入ってるんですよ。あれ結構危ないんでやめてください。クリスタルガイザーって安いのにすごくね体にいいって言われてて、まあそういう健康オタクの人の中ではやっぱりねクリスタルガイザー飲んでる人多いですよ。そして次ですねこちら香水になります。普段はねこういう大きいカバンの時は大きいもの入るので、この白を使っております。白に関してはね僕ねこの後ろに並んでいるのもね白1234ってここら辺にあると思うんですけど、かなり白マニアなんですけど、今日の昼お出かけしてる時に使っていたものに入れていたのはパリジアンシャツという匂いになります。説明するのは難しいけど、ちょっと大人の女性の香りのような、まあちょっと男性のようなって感じですね。うん、説明しづらい。とりあえず迷ったらフリージアミストっていうのをね選んでいただければ大丈夫かなというふうに思います。次、まあ先ほど紹介した通りサングラスが入っていて、そしてここからが大切な、話になってくるんですけど、僕はね普段ノートを使うようにしております。なぜスマホパソコンではなくノートを使うのかと言いますと、書くことによってものすごくね精神的に落ち着きます。こういう仕事をして自分でやっぱり会社を運営したり、プライベートの内容もあったりとか、やらないといけないことをやりたいことがもう無限に浮かんでくるんですよ。でそれを一日のうちにやりきれた試しが一度もなくて、ノートに書いてそれをこなしたら線を引いていくっていう風に自分の心の整理にもね使えるんですよ。本当に僕は社会人の方にこそぜひおすすめしたいです。僕が今回使っているこのノートっていうのはロールバンって読むのかな、リンク載せておくんですけど、これね表面これレザーになっていて非常にね耐久性も高いし、紙がねこう取り外しできて、こう使ったらねこう捨てるっていう風にできるので、ものすごくね便利だなっていう風に思います。うん、そして次にはいこちら MacBook でございます。
言わずもがなですね。これ13インチなのかな、多分いろんなことで使うんですけども、仕事の時はねもうないとねダメですね。編集とかやっぱり使ったりするし、請求書を作ったりするのにもね様々使う場面が多いです。ここまではねこれ全部アドラのステッカーなんだけど、この謎のシールは伊勢丹のポップアップストアのイベントでフォロワーさんからねこういただいたシールで、メンズでね貼るのもなんなんですけども、まあちょっとなんか記念に貼ってあります。次に紹介するのがこちら。これはね僕の命です。今から20年前とかかな、ポケモンのこれマナフィーとか書いてあるんだけどさ、いとこのお母さんがねなんかお土産でくれて、それを未だに使っているっていうね。この家の中で一番古いものって言ったら僕の肉体がこれかってぐらいだと思うんですけど、いろいろね充電器、だからさっき紹介したアンカーの充電器が入ってたりとか、普通にこのね充電器のセットとか、 SD カードでねカメラ撮ったそれをね携帯にすぐ読み込めるこの機材が入ってたりとか、あとまあ SD カードのねこう替えが入ってたりとか、携帯マイクが入っていたりとか、まあコードが様々な種類こうついているって感じでございます。これ本当にね大事なんですよ。そして次、まあ、先ほどと同じように携帯、 AirPods、 財布が入ってます。まだまだあるんですよね。スマートカラーというねマスクをもうね大量買いしてあって、もうこれだけしか使わないですね。ほとんど漏れるマスク皆さん知らないでしょ。スマートカラーってやつが僕一番おすすめ。僕のまあ顔の形に合ってるだけかもしれないけど、小顔効果があるいい形ですね。僕はねベージュとグレーを使うようにしております。コーディネートが暖色系の時はベージュ、それから寒色系冷たい色の時はグレーを使うようにしております。これ結構ね激推しアイテムです。そして鍵、次に紹介するのが筆箱です。これ僕のブランドの、もう今ね販売をしてないんですけども、フォロワーさんがイベントでくれた謎のアクセサリーになります。僕ね昔ねマッシュヘアだったんで、多分それをいじってねこれくれたんですけども、そして最後に紹介するのが、はい、これでございます。これはね TikTok で、まあ、これを使って大バズりしてる人がいたんで、これ真似したら俺もバズるんじゃないかと思って Amazon でこれ1000円ぐらいするんですけど買ったんですよ。でそれ動画を撮ったのがこちら。バズらなかったというオチでございます。はい、以上ではないな、最後ここのミニポシェットの中に、まあ、先ほどと同じようにガムとリップクリームと CBD のノーズミントみたいなこれがあって、以上です。はい、最初の方ではねめちゃくちゃカッコつけたんですけど、まあ、実際はねほとんどこっちですよ。昼こっち、夜こっち。昼用のこちらは僕のブランドアドラーから3月のお尻に販売できるトートバッグ兼ショルダーバッグのカバンになっております。これもねすごく楽しみにしていてほしいですね。ということで今日のねカバンの紹介以上になるんですけども、僕はねカバンの紹介だけじゃなくて、日頃は GU とかユニクロとかザラの新作のおすすめのアイテムを紹介したりとか、垢抜ける方法とかヘアセットとかメンズメイクの方法だったりっていうのを紹介しております。もしね気になったら、このチャンネルを登録してまたね他の動画も見てくれると嬉しいです。以上、今日の動画はこれで終わりになります。Hey チャンネルでした。さようなら。